ランジュ。皆様こんにちは。今日は一人ぼっちプレイのジレンマからのお話です。新しい乗り物見つけても一人だと歩いて取りに行かなくちゃなんないもんね。前回川に水没したバイクの代わりを見つけて取りに来ました。場所によっては一日仕事になるもんね。ご苦労さん。本当は車よりもバイクの方がいいのに、荷物が全然積めないのが残念。アップデートで少量積載できるようになるといいわね。ただいま。たくさんのパペットさん発生のロジックが分からず苦労してましたが、これで解決しました。こんなプレイするんじゃ、アップデートで耐久値消耗が入るわね。楽しみだわ。冗談はさておき、火炎放射器のテストのため近所に来ました。意外と簡単な材料でクラフトできましたね。来るのが早いわよ。このタイミングで車から降りるとボコボコね。現バージョンでは車にダメージ入らないけど、気が楽しみだわ。鬱陶しいわね。邪魔。派手な割に有効指定距離が短いみたいね。殴られちった。火炎放射器の重量が重くてスタミナがちょっと心配だな。いよいよ実戦投入。どんなものか楽しみです。期待してきてみるとちょっと静かで拍子抜けね。
誰もいないってこともあるのね。これはこれでいいけどね。早速お宝ゲットしましょう。マットレスの中にもお金が隠されているのね。あんなところにいるのになんで来ないんだろう。こうなったらこちらから攻撃しましょう。了解しました、隊長。ごっちゃり系なパペットさんは火の通りが悪いわね。大体分かったから、お宝いただいて逃げましょう。宝っていう割にしょぼいわね。どうやら危険度に比例してレア度が変わるんでしょうね。良いもの欲しかったらバンカーへ行けってことね。まだ燃料あるからちょっと使い切ってきますね。
余計なことしないでもキズノがまかえればよかった。安全な場所に行って使用するのね。今回遊ばせていただいてるサーバーは2024年2月で閉鎖してしまうようです。残念ですが、このサーバーでの動画はこれにて終了とさせていただきます。サーバー管理者さん、ありがとうございました。次に遊ばせていただけるサーバーを見つけてゼロから再スタートになるのかな。最後までご覧いただきありがとうございました。静まり返った夜の部屋で、かすかなファンの音がする。クリック一つで忘れ